リンブルフ語は、オランダ語の方言、もしくはインドヨーロッパ古族にシュゲルマン語群に属する言語。定地ドイツ語のうち定地、フランク語に属するとされるが、オランダ、ベルギーでは、西中部ドイツ語に属する言語として捉えられている。リンブルク語、リンブルグ語とも呼ばれる。リンブルフ地方及びドイツのゼルフカント地方で話されている言語である。この地域は、 標準ドイツ語と標準オランダ語、フラマン語の境界の周辺である。おおむねフェンロー、ケルン、アーヘン、マーストリヒト、ハッセルトと結ぶ縁の中で話されている。リンブルフ語はオランダでは地方言語とされ、ヨーロッパ地方言語、少数言語検証の第2章により適度の保護を受けている。ISO693 から2の言語コードはリム。 リンブルフ語の各言語における呼び名は次の通り。このようにドイツではテフランク諸語方言に属するリンブルク、ベルク方言群の一部としてリンブルフ語を考えるのが普通である。しかし、オランダとベルギーではこれらはすべて西部中央ドイツ語、または単なる高知ドイツ語として考える。この違いは定義の違いによって起きる。すなわち、 オランダ・ベルギーの言語学者は、定置ドイツ語が第二次死因推移を全く受けていないと考えるからで、ある。リンブルフ語は、オランダ・ベルギーにおいて、おおよそ160万人が話し、ドイツでは定義によるが、数十万人が話している。ベルギーで話されるリンブルフ語は、オランダやドイツで話されるものよりもフランス語の影響を、多く受けている。 エスノローグによると、ドイツでの分布地域にある都市では、住民の50%から90%が母語として用いている。リンブルフ語は2種類の皇帝アクセントを持つ言語である。このアクセントは、厳密には異なるものの中国語などの完全な成長言語のように、成長と呼ばれることがある。この成長により、死音、母音の組み合わせ自体は同じであっても意味が、 異なるという語が存在する。二つの成長のうちの一つはストトゥーンと呼ばれ、もう一つはスリープトゥーンと呼ばれる。どちらも高く始まり、下に落ちる。その後、ストトゥーンは下に降りたまま終わるが、スリープトゥーンではさらに音が上がる。例えばジエという単語は、ストトゥーンではページの意味であるが、スリープトゥーンでは女の意味である。 ヨーロッパの言語の内皇帝アクセントを持つものは、リンブルフ語の他には、同じゲルマン語派のスウェーデン語やノルウェー語、スラブ語派のセルボクロアチア語やスロベニア語の方言、そしてバルト語派のリトアニア語などが知られている。リンブルフ語は、その仮想に、ケルト語がある可能性の印を見せる。それは、他の西ゲルマン語派の各方言よりも、ケルト語起源の単語が多いことに見られる。 この地域は、もともとケルト系部族が住んでいたのである。北部テ林ブルフ語は、オランダのフェンドウ周辺で話され、ドイツでは、クレファーラント方言の一つと考えられている。中部テ林ブルフ語は、マーストリヒトを中心とした、ドイツでは、ベルギーの変化周辺のリンブルフ語のバリエーションという概念である。また、ドイツ語の概念では、 ヘンクとハッセルとの間のリンブルフ語のバリエーションでもある。東リンブルフリプアーリ号オーフェルガングス地域は、ベルギーのウェルケンローとロントソン、モレネを含むオイペン周辺、およびオランダのユバックとブルーノシサムの間、さらにメンヒエングラドバッハを含むドイツの広い範囲の言語地域について説明するドイツの概念である。東リンブルフ語は、ベルギーのオーロン、 オランダのシタードの南からドイツのデュルケント中部クレフェルトまでの地域を含むドイツの概念である。西部帝林、リン、ブルフ語はベルギーのハッセルトとベルデックの周辺で話されているリンブルフ語のバリエーションである。ドイツでは西リンブルフ語はベルギーのハッセルトとベルデックの周辺に加え、オランダのリンブルフとオランダのブラバント地域を含む。東西のリンブルフ語の境界は ベルギーの自治体ウォロンに含まれるエス・グレイブン・ボレン村とシント・マーチン・ウォーロン村の間のわずかに南から始まる。オランダのケルクラーで、ファールス周辺、ドイツのアーヘン周辺、ベルギーのラエレン、エナットン周辺で話されているものは、リップアーリゴと考えられている。もし成長がこのバリエーションを定義するのであれば、数十キロドイツに向かって広がる。それは、 高知ドイツ語のバリエーションに属する階層に属すると一般に考えられている。ありがとうございます。